今日は静岡市で最高気温が37度と予想されるなど、県内では危険な暑さが続く見込みです。静岡市では朝9時の時点ですでに30度を超え、湿度も高く蒸し暑くなっています。午後にかけては猛烈な暑さになる見込みで、最高気温は静岡で37度、浜松と三島で36度と予想されています。どう、水気持ちいい？気持ちいい。いや、もう暑くて耐えられないですね。もう夏バテです。食欲が落ちるんで。夜がやっぱ寝づらいですね。